こんばんは、はい。今日は2019年12月28日土曜日です。今夜も YouTube で無料占い受け付けてます。占いしたい人はお電話、LINE、Skype、Skyphone、Viber ババ、 インスタグラム、セカンドライフなどで音声通話で呼び出してください。チャットをしたい人は、セカンドライフの方に来てください。えー、今日は、えー、先日借りてきた、ステアで借りてきた DVD のグレムリン2を見てました、えー。一応字幕、英語音声の字幕で見たけど、 まあまあ面白かったね、うん。まあ、えー、まあ2というのね、1は、1がヒットして2を作,作るときに、まあ、いろいろ、まあね、期待外れだったり、うまくいったり、いろいろあったりするけど、グレムリン2の場合はどうかな。うん えー、私はそんな悪くなかったと思います。ただ、見終わった後でね、一応ちょこっと見て、えー、いろんな情報見てみたら、グレムリン2はそんなにヒットしなかったみたいね。あの、1ほどヒットしなかったみたいな。制作費は何倍もかけたのに、えー、工業収入は3分の1ぐらいだったとか、そんな感じで書いてあったけどね。なので、内容的にはいまいちだったのかな。 っていうのが一応世間の評価としてね、あるみたいだけど、まあ私は、まあ、普通に楽しめました。楽しめたけど、まあ、うん、な <laughs> んだろう、特別すごかったというわけではなかったけどね。うん、特別、そうね、何が良かったのかなって言われても、まあ、普通の、まあ、グレムリンっていう映画見たよっていうだけだよ。<laughs> グレムリン見たなっていう感じ。うん、だグレムリンを見たくて見るんなら別に、その、うん、別に不満,不満はないと思うよ。私もグレムリンが見たくて見たので、全然、うん、あまあ、前回と同じようなグレムリン見させてもらったなと。<laughs> そんな感じです。うんうん、まあ、相変わらず、 モグアイ、マグアイっていうか、なんだっけギズモ、ギズモ、ギズモっていう名前だったっけ、うん、ギズモ、ギズモっていうオリジナルの、ええー、ね、あれがいて、あれ、あれのことを、モグアイ、モグアイっていうのが、その、あれの種類の、あれの種族の名前なのかな、うん、で、単体の名前がギズモ、うん、私もよくわかってないけど、うん ね、その、オリジナルの、そのね、グレムリンの元の、大元のやつは、まあ以前と同じで、まあなかなか可愛くてね。うん <laughs> えー、で、まあなんていうか、そうね、ワン、ツーと続いて、まあその当時の技術で作ってるので、まあ特にね、ツーだからといって、 ワン以上にね、優れた技術を使っていたかっていうとそうでもなくて、うん、まあ、ワンと同じぐらいのぬいぐるみを使った、えー、まあ、古臭い技術のキャラクターを動かしていった映画なんだけど、まあ、私はそれが好きなんだよね。逆にリメイクされて CG やなんかで作られたらなんかつまんないなって思うんだよね。 多分、多分がっかりすると思う。何だろう。個人的な趣味なのかななんかそういう人形みたいなの結構好きだよね。<laughs> あのー、なんだっけチャイルドプレイだっけチャイルドプレイってやつもなかなか面白いよね。うん、私は好きな映画ですよ。あれも CG じゃなくて人形、ね、人形が暴れまくる映画だけど。<laughs> でそういう映画はなぜか好きです、うんね。人形だから嘘くさいんだけど、もう完全に嘘ってわかるんだけど、でもなんか面白いよね、うん。CG の方が当然リアルになるはずなのに、でもなんか人形の方が好きなんだよね。うんまあ、よくわかりません。なんでそんなにいいのかね。うん、えー、と。まあ、今年はも,もうすぐおしまい。 今日28日だから、今日はもう終わりだから、明日29、30、31、あと3日しかないね。うん、なので、えー、もう今年も終わりですよっていう雰囲気だよね。うん、ハリウッドゴジラマッシューブロデリックの出てるやつハリウッドゴジラは、 えっと、一番最新のやつは知らないけど、最初に出たハリウッドのゴジラは、ゴジラじゃないゴジラだよね <laughs>、えー。爬虫類の恐竜みたいなやつが暴れまくるゴジラで、それは評価が低いというか、まあ、ゴジラファンを怒らせた映画だよね。うん、で、その次に作られた新しいハリウッドゴジラは、まあまあ評価が高かったやつだよね。えー 渡辺なんとかって人が出てるんだっけ日本人の <laughs>。名前ちょっと <laughs>、名前がはっきりはちょっと思い出せないけど。日本人の俳優さんも一応出てて、ゴジラのことをゴジラって発音してくれるってやつね。えー、まあ、それはまあまあまあね、ね、えー、よかった。たぶんその続編が最近作られたんじゃないのうん。 それは内容も一切知らないけれど、まあ、機会があれば、うん、見てみようかなと思うけど、で、ゴジラの、本当の日本の最新のやつが、新ゴジラってあったよね。うん、で今は CG の話もしたけどね、グレムリンのね、グレムリン人形の方がいいみたいなね。ゴジラも、ついに新ゴジラで CG になっちゃいましたね。えー、ハリウッドの方はもう、 前から CG だったかもしれないけど、え新、ー、ゴジラ、日本のゴジラも最新の映画でついにフル CG になってしまったと、うん。まあそこは残念がある人も、うん、えー、多いとは思うけどね。まあでも実際見た感印象としてはもう、まあどぎもを抜かれるというか <laughs>、うん、もう、 すごい、まあ、すごいというか、まあ、良かったよ。ただ、私がすごく嫌だったのは、なんだっけ。あの、女優の、女優の人。女優の名前がちょっと、ド忘れした。<laughs> 英語を喋る日本人の女優さんがいるんだよね、えー。なんだっけ。帰国子女じゃなくてなんか、あ、そう、石原さとみ <laughs> 石原さとみはいらない。<laughs> あの人、石原さとみさん嫌いじゃないし好きだけど、なんであんな変な役を与えたんだって思うよね。そこだけはすごく残念だった。恥ずかしいよね。なんか <laughs>、うん。まあでも、どういう意図で石原さとみを使ったのかはわからないけど、あえてなのか、まあそういうこと気づかずに失敗したのかどうかわかんないけど、まあそういう、 制作者側の意図が、意図を一切考慮せずに普通に見た一観客として言わせてもらえれば、石原さとみ最悪だった。<laughs> それさえなければ最高のゴジラ映画って言ってもいいぐらいすごかったんだけど、もうすごく嫌なくいや、まあなんていうか、下手くそなんだよね。石原さとみが悪いんじゃないと思う、多分。ね。変な役柄を与えたのは悪いと思うんだけど。うん、ね。まあ、な、 よくわかんないけど、すごく残念なとこでしたね、あそこはね。うん、で、まあ、逆に言うとね、その、えっ、ー、と、最近、何見たんだっけ違う映画見たんだよな、な、だったっけあそうだ。あ思い出、あ、そうそう、スーサイドスクワット。ね。今回借りてきた DVD の前に、ブルーレイのスーサイドスクワット見たって言ったけど、 その中にも実は日本人がで日本人役の、日本人のキャラクターが出てくるんだよね。で、その日本人のキャラクターは多分、いやもしかしたら日本人かもしれないけど、なんか多分日本人じゃなくて、えー、アメリカ人の日本人っぽい、日系人っぽい人を使ってるんだよね。で、やっぱり日本語喋らせると、ちょっと日本語が下手くそなんだよね。 他にも日本人役の人が出てくるけどやっぱり日本語はすごく下手くそもう明らかに日本人じゃない日本語をしゃべるんだよね日本語のセリフをしゃべるんだけどすごく下手くそな日本語をしゃべる要はそんな感じで石原さとみは見られてるんだろうなっていうかまあ逆の立場だよね <laughs> ハリウッド映画映画ね海外の映画に出てくる日本人役 に日本人を使わずにアメリカ人を使ってしまうみたいなね。なんかそういう感じで、なんかそれをあえてやったのかなっていうような感じもするんだよね。うん、なんかそういうすごく違和感が感じる部分があるから、外国の映画でねよくね、えー、日本人役なのになんか日本語が下手くそなね、そういう役者さんが結構いて、でそういうのを なんかもうね、皮肉って、あえて石原さとみを使って外国人役で出して、えー、下手な英語を喋らせたと。あえて下手な英語を喋らせたじゃないかな。もしこのね、シン・ゴジラを外国人の人が見たら、私たち日本人がね、えー、なんか感じていたものと同じようなことを感じさせるための、ね、皮肉ってるようなね、そういうような意味で、 そういうことをわざとやったのかななんてこともちょっと考えたけど、まあそこまではわかんないけどね。なんかそういう感じがしたよね。うん、なんかやっと、ね、その、外国、ハリウッド映画ってこととかでも、結構なんかね、あの、未だに日本人役の人がなんか日本語下手くそなんだよね。完全にもう、純粋な日本人じゃなくて、 えね、アメリカ人を使って日本人役をさせてるみたいなね。日本人役させて下手くそな日本語を喋らせてるみたいな、うん。アメリカ人にしてみればね、多少日本語っぽければ、その発音なんかね、えー、多少変でも全然気にならないんだろうけど、日本人が聞くとめちゃめちゃ変なんでね、すごく違和感があるんだよね。うん、なんかもう必ずそうだよね。 まあ、あのハリウッド映画のゴジラに出てきた日本人の役者の人は普通に日本語喋れるけどね <laughs> 日本人だから、うん、なんかそういうおかしなところがあるなと思っていまあ、未だにね、うん、だからちょっと前だったらそういうね日本の理解が少ないからそのぐらいのことはどうってことないと思っ,、ね、思っててもいいのかもしれないけど最近はもうなんかそうやって何て言うのかな 国際化が進むというかそのね、垣根が薄くなってるから外、日本人が見るってことも意識して作ってほしいなとは思うんだけどね。うん、なんかね、うんまあ、最近特にね、えーまあ、なんか外国、まあ、欧米、ね、アメリカとかヨーロッパとかに、この日本の文化が、 あの、意外とこの日本のなんか日本語の文化が浸透してきたのって実はそんなに昔のことじゃなくて本当にごくごく最近ね、のことらしいんだよね。まあその理由がもう本当に YouTube とかでね、あのインターネットを通じて日本語のアニメとかを見る人が増えてきたっていうね、そういう背景があるみたいだけど、 日本のアニメのファンがすごく増えたってのはやっぱりインターネットの影響があるみたいなんでね。だからインターネットが普及し始めてから、日本語のアニメを見るっていう人が海外で増えてるんでね。で、まあ、大体は、まあ、なんていうかな。ね、え、違法動画だったりするから <laughs>、吹き替えじゃなかったりするんだよね、うん。ちゃんとした正規に輸入されたものだったら、 吹き替えされてねち、プロの声優さんが吹き替えをしてアニメを作ったりするんだろうけど、違法動画やなんかは、だいたいもうね、えー、吹き替えはまずないから、字幕をつけて日本語の映画、えー、アニメとか見るわけだよね。だから、えーまあ、向こうの人たちも、あの、日本語のセリフを聞いてるわけだよね。だから日本語ってものはそんな感じで、えー 馴染んできててるる人も増えてるわけだよ、ねうん、あのそういうアニメの中のいろんなセリフなんかも、まあ、特徴的なセリフなんかをね割とあの知ってる人が多かったりしてね、うん、意味もわからないけどなんかよく出てくるねセリフなんかをこう口ずさんでるような外国人がいたりするわけだよね <laughs> まあそんな感じで日本語ってのは割と浸透してきてるから、うん、そういう意味ではハリウッド映画やなんかでもちゃんとした日本語を使わせて 使ってくれた方が受けがいいんじゃないかなとか思うんだけどね、うんあ。そういう、そういうところもちょっとね、いろいろ気になるところがあります。うん、えー、っと。まあ、グレムリンの話はそれぐらいにしときましょう。グレムリンは、まあ、面白かった。<laughs> 面白かったというだけです、うん。特にすごいというほどのことじゃないけどね。 まあ普通の映画です。えー、じゃあ今日は、今日は特に何もないし、まあ一応ね、年末年始ということでなんか、それっぽいことやった方がいいのかなとは思ったけれど、特に思いつかないので、えー、今日もゲームをやります。で、まあ、 ね、ちょっと前にやったローグっていうゲームがちょうどいいかなとは思うんだけど、えー、まあ、年末にあのローグのような地味,のゲ地味なゲームをやっててもちょっと、さすがに地味すぎるので、今日はちょっと違うゲーム、ねえー、をやりたいと思います、えー。とりあえずゲームを始めますよ。